では続いては北浜のいぶし銀のコーナーです。ゲストをお招きしています。エース経済研究所取締役シニアアナリストの池野智彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池野さんにはまた相場のこう背景骨格となっているですねテーマのようなお話をいただきたいと思うんですが、まあ、世界的にも国内だけじゃなくて世界的にもこう産業革新の動きが起こっていて、まあ、政府もそれを第4次産業革命というこう、まあ名前をつけてですねその流れを取り込もうじゃないかというふうなもう提唱してるんですけれども、まあ、その第4次産業革命なるものが一体どんなものなのか、そこのところからまた入っていただきたいと思います。はい、今世界では第4次産業革命が急速に進行しています。まあ、そういった中で、まあ、2018年はどういった投資テーマが注目され、まあ、どんな銘柄が上昇するかという話をしますが、まず最初に世界の三大発明というのがあります。はい、火薬、活版印刷、羅針盤ということになりまして、まあ、この3つでこの領土が広がりまして、まあ、人間が活動できる範囲が地理的に非常に大きくなっていたという実績があります。まあ、そこで今回の第4次産業革命を支える三大発明としては、ビッグデータ、はい、IoT、AI を挙げたいと思います。まあ、つまり大量のビッグデータを IoT を使って集めまして、AI を利用して判断し分析するということになります。これによって人間の能力というのは飛躍的に高まりまして、まあ、今までできなかったこと、例えば自動運転ですとか、人と会話をするロボットですとか、こういったものが実用化してくるというふうに考えています。その世界の構図がどういうふうに変わってくるのかというところが大事だかと思うんですけどもね。はい、社会が変化するスピードというのは非常に速くなってきています。はい、まあ、昔狩猟社会というのは200万年続きましたんですが、農耕社会は1万年になっています。まあ、工業社会は第一次第二次産業革命を合わせて200年ということで短くなっていまして、1980年代からの情報化社会では35年ということになりまして、まあ、今回の第四次産業革命、中核はスマート社会ということになりますが、スマート社会、はい、スマート社会というのは欲しい時に欲しいものが欲しいタイミングで手に入る無駄のない効率的な最適な社会のことをスマート社会と言っています。はい、で、この第4次産業革命はおよそ10年程度で形が形成されるだろうというふうに見ておりまして、2025年頃にはですね、現在開発中の技術についてほぼ大体、実用化のめどがついてくるだろうというふうに捉えております。まあ、この理由なんですけども、まあ、技術を習得するための道具が進化しているというのが理由になります。はい、まあ、狩猟社会では、まあ、子どもが親を見よう見まねで狩りを覚えたという時代があったんですけども、あったんですが、まあ、これが200万年も続いてしまいました。まあ、その後言葉が生まれて、まあ、印刷物が登場し、まあ、画像で学習することができるようになり、まあ、コンピューターが使われるようになり、最近ではディープラーニングで短時間で学習できるようになったということになります。で、例えば名人になるのに、師匠に弟子入りして10年間修行するというようなことが、もうディープラーニングによって、なくなってくる可能性があると思います。そういうことでしょうな。でこの図をご覧ください。はい、コンピューターが身近な存在になるということなんですけども、昔、まあ、40年ぐらい前まではですね、プログラミングができる人でないとコンピューターを扱うことができない時代でした。それがキーボードが生まれて、キーボード操作でキー操作でコンピューターを扱うことができるようになってきたと。まあ、最近ではタッチパネルというのが生まれまして、画面をピッポッパとタッチすることによって、コンピューターを扱えるようになると。でもう今ではAI スピーカーといいまして、音声で、声で喋って、玄関の鍵を開けてくれとか、ああそうですよね、お風呂を沸かしてくれとかいうことを音声で言ったいうことによって、実用化、実際に動作が動くということになります。でまだちょっと技術的には未完成なんですけども、ブレインマシンインターフェースといいまして、頭の中で考えたこと思考したことを、脳波の変化として捉えまして、
まあ、このノウハウの変化をロボットアームに伝えて、まあ、実際に物を動かすという技術も生まれつつあります。頭の中で考えただけで機械が動き出すということですね。はい、まあ、この図で右に行くほど、まあ、電子部品の需要というのが増えてきますので、まあ、半導体を含めた電子部品の需要はますます拡大してくるだろうというふうに見ています。ああ、そうですか。まあ、そのような大きな変化が今急速に起こっているということなんですね。それを踏まえて、この今年2018年はどういったテーマが浮かび上がってくるのか、さらに各論の話に入っていただきたいと思います。はいはい、2018年の注目業界としては4つ考えております。はい、電子部品、ゲーム、ネットビジネス、先端医療、M&A ということになります。この4つですね。はい、まず電子部品、ゲーム。はい、ですね、インターネットを使った、まあ、クラウドサービスを提供するためにコンピューターを設置しておく場所をデータセンターと呼んでるんですが、まあ、最近ではデータ量が非常に拡大しているために、まあ、このデータセンターへのコンピューター投資が非常に活発化しております。まあ、これによって、まあ、電子部品の需要というのが非常に伸びているということが言えます。で、2つ目はスマートフォンとかパソコンの高性能化になります。保存容量は格段に増えておりますし、処理スピードもぐんぐん伸びておりますから、まあ、これによってここで使われる電子部品の需要も拡大してくると。で、この丸1と丸2というのは去年の早い時期から想定されていた内容なんですけれども、想定外だったことが丸3で、はい、まあ、任天堂のスイッチというゲーム機があるんですが、はい、これが非常に販売が好調だ、であるということで、まあ、ここで使われる電子部品の需要も拡大しているということになります。はい、まあ、そこで中核銘柄としては村田製作所、まあ、海外株になりますけれどもマイクロン、それから、スイッチが好調な任天堂、任天堂向けビジネスが柱になっている、はい、星電を挙げたいと思います。はい、そしてネットビジネス、はい、ね、インターネットビジネスですけれども、はい、まあ、スマートフォン、パソコンの高性能化、高機能化によって、電子商取引、e コマースというのが、増えています。これを利用する人が増えておりまして、まあ、それに伴いましてインターネット決済ですとか、まあ、インターネット広告の需要が拡大しております。まあ、これらの市場というのは年率2桁で、拡大しておりまして、まあ、今後も成長が見込めるというふうに見ております。で、2つ目が改正カップ販売法が今年の5月から6月に施行されるんですけれども、まあ、これによって不正使用対策なんかのセキュリティが非常に強化されるというふうに見ております。まあ、個人向け自由取引アプリ、フリーマーケットのアプリをやっている、まあ、会社、まあ、メルカリですけども、これがおそらく今年、後半に上場してくるというふうに見ております。ああ、そうですか。はい、まあ、いいよ、中核銘柄としてはグノシー、GMO ペイメントゲートウェイ、ペイパルを挙げたいと思います。はい、そして先端医療、はい、先端医療ではですね、最近画期的な新薬がなかなか出にくくなっているというふうに言われておりまして、まあ、新しい創薬手法、創薬手段に対して非常に期待が高くなっております。新薬を開発するのにだいたい10年かかりまして、まあ、開発コストについても昔は300億円ぐらいだったんですけども、今では1000億円になっているということで、はい、まあ、創薬、新薬を作るのが難しい時代になってきていると。まあ、そこで、その次にがんに対する攻撃力を高めた新薬が登場ということなんですけども、免疫の力でがんを攻撃する薬を、はい、がん免疫薬というんですが、はい、これは以前からあります。ところがですね、免疫細胞の中に遺伝子を入れて、がんを捕まえやすくするように改良した次世代型のがん免疫薬が昨年8月に、登場しました。で、この分野ではですね、実は1兆円規模の M&A が2件起こるということで、各社とも注目している技術になります。それから3つ目が AI を使った画像診断の支援、それから、まあ、IoT 医療、人間の目が届かないところの情報をリアルタイムで、確認することを IoT というんですが、まあ、これを利用した薬、薬に小さなセンサーをつけて、はい、これが胃に入ると信号を発信して、病院の先生のところで、服薬したかどうかを確認できると、はい、まあ、そういった医薬品も米国で承認を受けています。まあ、それで注目銘柄としては、まあ、開発が難しかったペプチド医薬を手掛けますペプチドリーム、
それからバイオ研究支援事業からがん免疫薬の創薬事業に舵を切っている、まあ、宝バイオ、それから手術支援ロボットダビンチで成長を続けているインチューティブサージカルを挙げたいと思っています。はい、そして最後に、はい、M&A、4番目は M&A になります。はい、これは、まあ、あの事業承継なんですけども、実はあの会社がなくなるのに廃業と倒産があります。で、廃業っていうのは、まあ、自主的に会社経営をストップすることなんですけども、資金繰りができなくなって会社経営をストップせざるを得なくなるのが倒産になります。で、実は倒産が減ってまして廃業が増えてます。まあ、この背景は事業承継、後継ぎはいないということになりまして、まあ、これに対して政府は、まあ、事業承継5カ年計画を進行させまして、なんとか対策を打っていこうということになります。まあ、政府だけじゃなくて、まあ、あの民間企業もこの事業承継をやる会社に対して、会社は業績は好調になっておりまして、日本 M&A センター、M&A キャピタル、ストライクを、中核銘柄に挙げたいと思っております。わかりました。今年のテーマとして4つ挙げていただきました。はい、まあ、あの国内株だけじゃなくて海外のにも有望株、はい、しっかりとあるということでしょうね。はい、まあ、あのテーマの広がりは結構大きいわけですね、これね。はい、ね、分かりました。まあ、どうもありがとうございました。はい、時間がなくなりました。はい、はい、池田さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。